日本埼玉県蓮田市緑町緑町は埼玉県蓮田市の町名。現行行政地名は緑町1丁目から緑町3丁目。住居表示実施地区。郵便番号は349-0104。埼玉県東部、蓮田市南東部に位置する。東側で黒浜に、南側で白に、南西側で東と上に、北西側で椿山に。 北側で白と黒浜に隣接する。住居表示の実施により成立した。元荒川河川地域は市街化調整区域に指定されており、それ以外は市街化区域に指定されている。主に民間開発により基盤整備がなされた住宅地となっており、生産緑地地区は存在しない。住宅地の地価は2019年7月1日の埼玉県の地価調査によれば、 緑町2丁目2253番後の地点で89,900円平方メートルとなっている。2020年9月1日時点の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地区内の椿山との境界付近を宇都宮線が通るが、駅は所在しない。最寄り駅は同線蓮田駅であり、 緑町2丁目2253番後の地点から約 1.4km の位置にある。朝日自動車により、ハ田駅東口発着の路線バスが運行されている。ありがとうございます。